機の 246GTS を東京のストリートで走らせています。今日は気温が摂氏10度ほどあって結構暖かい感じなんですけど、このタルガトップをオープンにして走らせてみると、普段ね聞こえない小鳥のさえずり声とかがコックピットに入ってきて、自然と一体になって走っている感じがすごく強くなりました。この DINO246GT の設計者であるレオナルド・フィオラバンティは、外したルーフを室内に収納するというアイデアを思いついたそうです。そのアイデアを実現するために、外されたオープントップはシートの後ろに収納するという、そういう構造になっていて、センタートンネルのカットアウトがきちんとルーフにも施されているんですよね。このね、絶妙なパッケージング、よく思いついたと思いますね。今日はね、外したルーフはガレージに置いてきたんですけれど、実際ね、急に雨が降ってきてもシートの後ろに収納してあれば、すぐに屋根をつけることも可能なんですので、このアイデアはね、素晴らしいと思います。そしてね、失われたボディ剛性はドライバーシートのちょうど斜め後ろになるんですけれど、そこの部分にクロスメンバーを設置してボディの剛性を補っているという構造になっています。実際にワインディングでね、走らせた時も感じたことですけど、クーベボディとほぼ遜色ないボディ剛性を維持できていて、素晴らしいディノのハンドリングを堪能できたことを覚えています。こうしてね、街中で走らせていても、とてもサスペンションが正確に動いてくれるのが分かりますので、これはね、ボディ剛性がしっかりしているという証拠だと思います。そして通常オープンカーにすると重量が結構増えてしまうんですけれども、このディノに関してはクーペが1210キロでしたけど、なんとたったプラス40キロ増の1250キロというライトウェイトを維持しています。この鮮やかなヌオッポジャロに塗られた GTS は1974年の2月にヨーロッパ仕様で発注されて誕生しました。素晴らしいサウンドですね。そしてね、ブレーキの性能もね、すごく優秀です。水温が89度で、油温がおよそ98度ぐらいをメーターは指しているんですけど、アイドリングは1100回転ぐらいでピタッと安定しています。エンジンもギアボックスも全てオーバーホールされていますから、まあ、本当にね、フィーリングは素晴らしいですよね。全く製造から49年も経ったとは思えない、まるでタイムスリップしたかのような錯覚に陥りますね。本当に素晴らしいコンディションで、このオープンエアを楽しみながらゆったりとね、ストリートを走るっていう楽しみ方も、このクラシックフェラーリは味わわせてくれています。加速してみましょうか。コックピットにね、このキーンっていう金属音が素
GTS のレスターはナルレス・ブセッティのセルジオ・ロッシさんというディーノのスペシャリストが一人で担当して完成させたそうです。もちろんオリジナルに忠実なレストアなんで、フェラーレクラシケの申請もきちっと通っています。年々クラシックフェラーレの価格が高騰していってるんですけれども、これに関してはもちろん芸術的な評価とか時代背景もあるかもしれないですが、やっぱり車としてね、誕生した時の完成度の高さやデザインの美しさ、そのあたりのバランスの高さがきちっと評価されているんだと思います。実際にこの 246GT はとても高額なプライスが付けられているんですけれども、でも本当にオリジナルでコンディションのいい個体であれば、もし現状の値段で買われても何年かして手放す頃に大きく値が落ちるということはまず考えられないです。実際のところ 4,5 年前と比較しても結構値段は上がっていると思います。そういった点からもオリジナルコンディションでグッドコンディションを維持しているディノを見つけることができれば、その価格が仮に高額であっても、もしその金額をお支払いできる力がある方であれば、僕は手に入れた方がいいと思います。なかなか素晴らしいコンディションとディノと巡り合えるチャンスっていうのはすごく少ないんですよね。ここ今青山の裏路地なんですけど、このぐらいの狭い住宅街のストリートでも全然緊張しないでスイスイと走らせられる、このコンパクトなサイズが最高ですね。ちょっとね、桜の景色が素晴らしいストリートがあるんで、今から走ってみたいと思います。ちょうどまだ桜の咲き始めですね。それでもとても美しい花が咲いているのが分かっていただけると思います。信号で今止まっているんですけど、スズメとかね、小鳥の鳴き声がすごくよく聞こえてくるんですよね。前のオープンエアを堪能しながらも風の巻き込みがほぼないんですよね。もし風を感じたければ両側のサイドウィンドウを下げてあげると心地よい風圧でコックピットに風が入ってきてくれるんで、そういった意味でもこの 246GTS のタルマトップ構造が本当によくデザインされているんだと思います。246GT は初期のタイプ L、 そして M、 さらに最終型の E へと進化していったんですけれども、このタイプ E は最終型なんで、レオナルド・フィオラバンティが描いた理想の
246GT を実現できていると思います。早朝からクラシックフェラーリを堪能できるっていう、なんていう贅沢な時間なんでしょうね。最高です。